200円紙幣とは日本銀行打貫券の一つ。200円券、200円札とも呼ばれる。お都合券、閉合券、定合券の3種類が存在するが、現在はすべて執行している。紙幣券面の表記は、200円。1927年4月24日の大倉省国時代66号、日本銀行を起こり高打貫銀行券のうち200円券。 起こりこうで紙幣の様式が定められている。主な仕様は、下記の通り。1927年の昭和金融恐慌において、取り付け騒ぎが発生し紙幣が不足したことから、潤沢な現金の供給を行って、混乱を鎮静化させるために急遽制定して、製造された。かつて製造されたものの不発行となった、皇后圏相当の紙幣を急増することを、 当初は想定していたが、日本全国の市中銀行の異性休業が明ける1927年4月25日に、間に合わせることが絶対条件であり、造幣の速度を優先して、利面の印刷が省略されたことからも、その急ぎぶりが伺える。用紙の肖像は1927年4月22日の夜から徹夜で行われ、翌23日午後には、 印刷を開始し25日までも自動折り不眠普及で製造が行われた。24日夕方から25日にかけて完成品が印刷局から日本銀行にサミダレ式に引き渡され、そのまま各地の市中銀行に順次搬送された。最終的に25日夜までの間に511万枚を製造している。製造開始からわずか2日程度で、 日本全国の銀行の窓口に供給する必要があったことから、新規に剣面のデザインを起こす余裕はなく表面は既存の証券類等のあり合わせのサイモン模様を組み合わせたものであり、アラビア数字での額面金額すら表記されていない。印刷のない裏面が白いことから、裏白とも呼ばれた。この当時発行されていた日本銀行券には必ず印刷されていた。 文書局長の印象、日本銀行の断説文字、英語表記での各種文言の表記、日本銀行交渉も一切省略されている。基番号については、赤色印刷で、投資番号はなく、記号のみの表記となっている。また印象が、総裁の印の一つしかない。歴代の日本銀行券の中で、最も使用色数の少ない紙幣であり、 黒と赤の二色しか使われていない。紙幣印刷で通常用いられる、黄飯印刷ではなく、カニナオフセット印刷による印刷となっている。用紙は、通常の紙幣用紙ではなく、日本銀行の遠隔地、払い戻し用紙を転用したもので、スカシは、日本銀行交渉と、銀の文字の白スカシによるチラシスカシが入っている。前述の通り緊急的にあり合わせの資材により、 製造が行われたため、額面金額上は最高金額にもかかわらず当時、製造発行中の紙幣の中で最も小さい寸法となっている。なお1921年4月11日のメートル法施行に伴い、おつに100円券以降に発行された紙幣については、券面の寸法がミリメートル単位で公示されるようになった。一部は預金者に支払われたが、 片面印刷で作りも粗雑であったことから支中で使用しようとしたところ、偽札扱いされた事例もあった。発行開始後、ほどなく強行沈静化の目的が達成されたため、実質的な発行流通期間は、同年5月7日までの2週間程度に過ぎないが、これは日本銀行券の中では最短である。 あまりにも極端に簡易な作りであり、偽造の恐れがあることから、騒ぎが収まるとすぐに回収され、同年8月末までには大部分が回収されたと、される。未回収のものについては、深淵切り替えに伴い1946年3月2日限りで、執行した。日本史の資料集に写真が載せられていることがあり、取り付け騒ぎの行列を写した写真とともに、 強行の象徴という印象を与えている。現存数は非常に少なく十数枚程度と推定され、古戦市場では発行された3種類の200円紙幣の中で最も高い数百万円程度で取引されているようである。また同じ理由で、高50円券も利面白紙として、おつに100円券と並行して製造されたが、騒動が 鎮静化したためこちらは発行されなかった。1927年5月10日の大蔵省告示第85号日本銀行おこり高打官銀行券のうちに100円券おこり高で紙幣の様式が定められている。主な仕様は下記の通り。昭和金融強行の混乱の中で増大する紙幣の需要を賄うために大蔵省告示で制定され、 モラトリアムレーの解除後の銀行預金払い出しに備えて急増された紙幣である。裏面に赤い文様がすられたことから裏赤と呼ばれた。お都合券があまりにも極端に簡易だったことからこれに代わって制定されたものであり、お都合圏よりは作り込まれているがお都合券と同様のオフセット印刷による製造である。デザインは不発行となった交合圏のものを流用。 一部改変したものである。皇合券と同様に表面は竹内スクネの肖像、裏面は赤色のサイモンであるが、表面の血模様が変更されており、裏面の赤色の色合いが若干濃くなり、日本銀行の断説文字は削除され、名板は大日本帝国政府内閣印刷局製造となっている。また、竹内スクネの肖像は、 皇后権と同様に他犬種からの複製であるが、異なる複製元から作成されたため細部が異なっている。お都合権と同様に用紙は、日本銀行の遠隔地払い戻し用紙を転用したものであり、透かしは、お都合権と同じ日本銀行交渉と銀の文字の白透かしによるチラシ透かしである。使用色数は、表面3色、裏面1色となっており、 交互券よりも減らされている。預金払い戻しに備えて銀行に届けられたものの、預金者には渡らず、そのまま回収され将来のインフレ等の緊急事態に備えて日本銀行に始造された。終戦前の1945年4月16日により、本格的なデザインの定合券が発行された後、 終戦直後の1945年8月16日付で、膨大な紙幣が必要になったことからこの併合券が発行されたが、新延期替解に伴い発行から1年も経たず1946年3月2日限りで、執行した。併合券及び定合券については、執行後も、少子を貼り付けて臨時に、新券の代わりとする、少子調布券が発行され流通。 通用したが、この、少子長府県も1946年10月末限りで、執行した。日本銀行打貫権と表記されているものの、実質的な発行開始時点ですでに1942年5月の、日本銀行法施行により金本位制が、廃止されていたため、実質的にも、法的にも、俯瞰紙幣として扱われており、金貨との打貫は行われていなかった。 現在の古銭市場での価値は、数万円、数十万円が目安であり定合券より、高くお都合券より低い。1942年1月4日の大蔵省告示第1号、打艦元行券5円券及び、200円券改造、起こり高で紙幣の様式が定められている。主な仕様は、下記の通り。先人フレ発生の懸念から、 工学券のさらなる備蓄が必要となったが、急増された簡易な仕様の併合券が、工学券としてふさわしいとは言い難いものであった、ことから、これに代わって、より本格的なデザインとした、併合券が1942年の大倉省国寺で制定された。しかしながら、すぐには発行されず、将来のインフレ等の緊急事態に備えて、日本銀行に施造されていた。 緊急的に発行された、これまでの簡易的な200円紙幣とは異なり、成功で緻密な黄斑印刷や、多色ずりの地模様、鮮明な白黒透かしなど、工学券として、当時の紙幣印刷技術を駆使した紙幣となっている。ただし一万一の事態に備え早急に製造する、必要があったため、反面は、他県種から流用されたものである。表面には右側に、 藤原鎌足の肖像画、左側に、奈良県桜井市にある、丹山神社の拝殿が、裏面左側には同じく、炭山神社の十三十塔が描かれているが、これらはいずれも、おつに十円券からの流用であり、丹山神社の拝殿と十三十塔の印刷位置を入れ替えたものである。表面の地模様には、花火師模様と、刀か随運、放送火があしらわれている。 裏面右端には日本銀行の断説文字が配置されている。透かしは200の文字と霧の図柄である。透かし模様が確認しやすいよう、透かしの入った中央部分は文字と淡い印刷色の地模様のみの印刷となっている。使用色数は表面6色、裏面3色となっている。終戦前の1945年4月16日付で、 実際に発行されたが、新縁切り替えに伴い発行から1年も経たず1946年3月2日限りで、執行した。併合券及び定合券については、執行後も、彰子を貼り付けて臨時に、新券の代わりとする、彰子調布券が発行され流通、通用したが、この、彰子調布券も1946年10月末限りで、執行した。 日本銀行打貫権と表記されているものの実質的な発行開始時点ですでに1942年5月の日本銀行法施行により金本2世が廃止されていたため実質的にも法的にも俯瞰紙幣として扱われており金貨との打貫は行われていなかった発行された三種類の二百円紙幣の中では現在の古典市場での価値が最も低いが それでも数千円から一万円以上の値がつくことがある。前述の通りを都合券は、市中での流通を想定したものではなく、強硬鎮静化の目的が達成されたため、発行後すぐに大部分が回収されたこと。併合券及び定合券は国示上の発行開始後の非常時に備えて日本銀行に長期間施造され、 実質的な発行開始の地ほどなく行われた深淵切り替えに伴いすべて執行したことから200円紙幣の実質的な使用期間は1927年4月下旬から5月上旬にかけての2週間程度及び1945年から1946年10月末までの1年半程度の限られた期間のみであった。以降、額面金額200円の法定通貨は 製造を発行されていない。アラビア数字の額面金額表記がないのは、発行済みの日本銀行券として唯一である。高100円券以降に発行された日本銀行券のうち、デザインに日本銀行交渉が入っていないのは、この紙幣と A10 円券のみである。印象が、総裁の印一つだけの日本銀行券は、この紙幣の他には、 終戦直後の小学紙幣の A10000 件、A5000 件のみである。公100円件、公20円件、オツ10円件、兵5円件、及び改造1円件。大倉大臣から出されたオツ200円件の発行承認文書においても、本件種は緊急用の一時的なものであり、混乱沈静化の目的が達成された後は、迅速に回収する用意例の指示が出されている。 1927年5月10日付大倉賞、国示第85号、明治17年第18口布国打官銀行券、条例に、入り日本銀行より、起こりこうする打官銀行券のうちに100円券を、製造し本年5月12日より、起こりコースでは、同年5月12日と予告されていた。1942年1月4日付大蔵省国時第1号、 明治17年第18交付国打管銀行券条例に入り日本銀行より怒りコーする打管銀行券のうち5円券及び200円券を改造し本年1月6日より怒りコースでは同年1月6日と予告されていたただし資料によっては基番号のすり色は黒色とする文献もある額面金額100円と1000円の中間の法定通貨としては 1951年4月2日に500円紙幣が発行開始されている。ありがとうございます。